はい、どうも、みーくんです。今回ですね、五等分の花嫁ということで、今回はね、五等分の花嫁が映画化されるということで、7月14日の金曜から、全国で公開されるね、入場者特典が決定しましたということで、やっぱ来たね。待ってましたということで、そちらの方をね、今回見ていきたいと思います。はい、こちらとなっております。はい、書き下ろしイラストに、とかいうことで水着バージョン、はい、神です、はい、ありがとうございます。ということで、配布期間は7月の14日の金曜から、27日の木曜までとなっております。はい、そしてランダムでの配布となりますので、ね、選べないよということになっております。はい、でお一人様1回のゴールを、1回見るとそうですね、入場者で、1つのお渡しとなりますね。はい、まあこれ次の上映にまた予約入れとけば連続でもらえるっていうのかな。まあそんな見るかわかんないんですけど、まあ僕は一回ぐらい見に行きたいなっていう感じですね。はい、ちょっとね、ちょっと見に行ってほしい、ほんと欲しいね。うん、マジでね、前行けなかったんですよ。はい、なんで色紙か、ミニ色紙なんですけど、いやー、ちょっと、これはね、1枚でもいいから、誰でもいいから欲しいっす。はい、今回ね。ちょっと、これね、多分14日からスタートなんですけど、多分もう、一番早い、上映のとこに行かないと、結構、なくなり次第終了なんで、多分1日ぐらいでもう、ほぼなくなるかな、と思いますね。はい。こんな感じとなっております。はい、ちょっと詳細見ていきたいと思います。はい、詳細飛んできたんですけどね、あんま書かれてなかったですね。はい、まあちょっと、まあイラストというか、もうこれ見る限りもう水着バージョン神なんで、もう前のもめっちゃ良かったけど、まあ第1弾なのかな、うん、これが第1弾となると思います。はい、なので、まあね、2弾3弾と多分あると思いますので、ね、そちらの方ね、もう皆さんぜひね、見に行ってゲットしてもらったらいいかなと思います。はい。で、7月の14日金曜から、7月21日金曜の2週に分けて配布となりますので、14日から、21日までの配布のものと、21からまた配布されるので、まあ、なくなることはないです。もしね、その、14日の初日から行けない場合は、21日に行った方が確実にね、ゲットできるかなと思いますね。はい、なんで、まあ、どっちも金曜で、平日なので、まあ、行く人は少ないと思いますが、まあ、ファンの方なら、まあ、もうね、行くと思う、行きますよね、ということで、まあ、これもね、学生というかは、きつくないっていう感じなんで、まあ、ちょっと、まあ、僕は多分、行きたい。うん、行きたいですね。はい。なんで、まあね、ちょっと考えていこうかなと思います。はい。今回はね、ちょっと、コミュニティの方でも出させてもらったんですけど、最新情報が、何時だっけ ?16 時解禁 ?17 時だっけ解禁って書いてあって、で、ちょっとすぐそれをコミュニティの方で上げさせてもらったんですけど、いやー、これはね、ちょっと、ね、なんで、17時にね、解禁、よって解禁って書いてあったので、まあこれはもう来るだろうと思って、色紙とか。まあ待ってましたよ、ということで、めっちゃ嬉しかったですね、ということで。いやー楽しみですね、はい。まあまたどんどんね、五等分が盛り上がっていければいいかなと思いますね、はい。で、ね、Twitter の方でテレビトレンドで、五等分の花嫁、トレンドおめでとうございます。おめでとうございます、ということで。僕が今ね、撮影してる見てみた感じは、3万、件ぐらいに、ね、ツイートされておりますので、皆さんじゃんじゃんね、言葉の花嫁をね、ハッシュタグにつけてツイートして盛り上げていこう、うん、盛り上げていきましょうということで、ね、今後ともよろしくお願いしますということで、今回の動画以上になります。よかったらね、ちょっと動画してくれると、嬉しいですので、またお会いしましょう。バイバイ。色紙神。